おっと、こいつはすぐこんなにたくさん人がいるぜ。いやみんな、こんにちは。すげえ、お前たち最高だぜ。おお、ちょっと待ってくれよ。俺たちウミガメの挨拶すんげえ上手なやついたぜ。ガイルさん、こっちの後ろの方だ。3列目の通路から2番目だな。首にさ、黒い昆布が絡まってる人だな。いやー、こんにちは。こんにちは。俺だぜ、こんにちは。こんにちは。名前は教えて。トールです。トール、渋い名前だぜ。いやー、トールさ、ウミガメの挨拶すげえ上手だったんだよな。だからさ、前の方にいる子供たちにお手本を見せてやってほしいんだ。前の方の子供たち、トールに注目だぜ。準備はいいかい？トール、最高だぜ。おー、やるじゃないか、みんな拍手だ。トール、ヒレがしなやかに上がってたぜ。ガイルさん、今度はじゃあこっちの前の方に行ってみようかな。今度じゃあ3列目のツール側の黒い甲羅の子供と話をしてみようかな。こんにちは。こんにちは。お、他の子も挨拶してくれたら嬉しいね。ありがとうな。名前を教えて。全員よろしくな。隣は兄弟。やっぱりそうだよな。妹、こんにちは。妹、名前なんて言うの？さらに隣がお母さんかい？やっぱりそうだよな。お母さんは名前なんて言うんだい？ゆか子です。ゆか子、よろしくな。ゆか子たちはどこに住んでるんだい？横浜。すんげえ。知らないけど。ちょっとさ、ゆか子に聞きたいことあるんだよな。子供たちからさ、あれはなーに、これはなーに、なんでどうしてなんでどうしてママってたくさん質問されたりしないかい？されます。わあ、そうか。いや、うちの息子のスクワートもそうなんだよ。ゆか子、俺たち親同士ばっちり気持ちが通じ合ったようだな。いや、教えてくれてありがとな。子供たちもありがとな。いやー、実はさっきもさ、息子のスクワートに人間のことをたくさん聞かれたんだけど、俺は何にも答えられなかったんだ。だからみんな、俺に人間のことを教えてくれないかい？教育してくれるなら、ヒレをあげてくれ。どうだーい。おー、あげてくれてる、嬉しいぜ。お前たち最高だぜ。おー、トール、さすがだな。スクワートからの最初の質問だ。人間は泳げるのって聞かれたんだ。みんなはどうなんだい？泳げるやつはヒレを高く上げてくれ。どうだい？泳げるやつ。おお、でかいでさ、こっちの後ろの方だな。3列目の通路から3番目だな。頭にさ、丸いホタテ貝が2枚乗っかってる人と話してみるかな。いやー、こんにちは。こんにちは。名前を教えて。ゆきなです。ゆきな、よろしくな。ゆきなはさ、早く泳ぐのとゆっくり泳ぐのどっちが好き？早く泳ぐ。ゆきな、それは俺に対する挑戦だな。いいだろう、俺の泳ぎを見せてやるぜ。ガイルさん、俺がざーっと世界一周してくるから、みんなと一緒にタイムを測ってくれ。頼んだぞ。分かったよ、クラッシュ。じゃあみんなで一緒に数えるよ。せーの。ただいまー。軽く行ってきちゃった。横浜のゆかこんち。よし、今度はみんなの番だぜ。俺に質問のあるやつはヒレを高く上げてくれ。どうぞーい。クラッシュ、前の子が質問があるみたいだぞ。お、ありがとうな、ハンク。じゃあガイルさん、こっちの前の方の1列目の端っこから2番目で抱っこされてる子供と話をしてみよう。こんにちは。にちは。ちょっと恥ずかしいかい、笑ってるな。こんにちは。ちょっと恥ずかしいみたいだが、抱っこしてるのお母さんだな。お母さん、子供の名前教えて。カンナです。カンナって言うんだな。そうか。じゃあ俺からカンナに何か質問をしてみようかな。おちりたんていでしょ。あ、なんか言ってるな。ごめんな。落ち着いてくるよな。じゃあカンナはさ、今何歳？いくつ？4歳。そうか。まだ卵から帰ったばっかりなんだな。ちなみに俺は今150歳なんだぜ。でもまだまだ若いぜ。その証拠に見てくれ、俺のこの腹6つに割れてる。いやー、話ができて楽しかったぜ。あ、みんなカンナに拍手だ。お前たち最高だぜ。よし、赤に質問のあるやつひれあげてくれ。どんどん行こうぜ。おう、じゃ今度は反対の方行ってみようかな。今度はじゃあ1列目の通路側のこと話をしてみようかな。やぼや、こんにちは。こんにちは。名前を教えて。りくです。りく、質問は何だい？人生生きてて辛かったことと生きてるって実感したことを教えてください。あ、そうだな。俺あんまりそういうの覚えてないんだよな。毎日ハッピーに過ごしてるからさ、つらかったことって言ったら、そうだな、時々サメに襲われることかな。そういう時は大体さ、こんな感じで岩の陰に隠れてやり過ごすんだけどさ、それでもサメのやつがこっちの方をじーっと見てる時にはこうやるのが一番なんだぜ。海藻のふり。いやでもサメともさ、いつか遊べる日が来ることを俺は願ってるんだ。いやー、なんだかでもとっても深い質問だったよな。みんな、りくに拍手だ。お前たち最高だ。よし、他に質問のあるやつひれ上げてくれ。後ろの方のやつがいる。そのおー、じゃ今度後ろの真ん中の、今度は3列目の通路から3番目のピンクの甲羅のお嬢ちゃんと話をしてみるかな。お嬢ちゃんじゃねえ。お嬢ちゃんじゃない。こんにちは。こんにちは。名前を教えて。島です。もう一回言って。島。島、合ってる？合ってます。よろしくだ。質問なんだい？なんだ。聞きたいことない？生活で辛いことは何ですか？辛いこと基本的にないからな。俺の一日は大体さ、朝起きたら下に生えてる海藻を食べて、その後はちょっと寝て、また下に生えてる海藻を食べて、その後は子供たちと遊んで、また下に生えてる海藻を食べて、その繰り返しなんだぜ。お、ちなみに島はさ、辛いことあるのかい？あります。お、何が辛い？弟にからかわれることです。ああ、そうか。兄弟喧嘩っていうのも俺もあったからな。気持ちよくわかるぜ。お、ちなみに兄弟はどこにいる？家で留守番してます。多分そういうところが喧嘩の原因だと思うからな。仲良くしてくれよな。みんな島に拍手だ。お前たち最高だ。この音はハイドロフォン壊れてない？ハロー。ハロー。おー、えい。行っちまった。よし、みんなでうーってやってレイジを呼ぼうぜ。せーの。クラッシュ。やー。よーベリー。ハロー人間。そうだ、得意のエコロケーション見せてやったらどうだい？見てて、うー、何か見えてきた。うわー、耳が4つある人間がいる。変なの、いい意味でね。変わってるわ。じゃあね、クラッシュ。ああ、じゃあベリー。耳が4つ、一体何のことを言ってんだ？耳。ああ、わかったぞ。泳ぎが得意なユキナの頭に乗ってる丸いやつだよな。ベリー、あれ耳じゃないぞ。ホタテ貝だ。いやー、エプロケーションってクールだよな。人間もできるかな。あ、そうだ、あいつにやってもらおう。トール君の出番だぜ。レコロケーションで俺のひれが何本上がってるか当ててくれ、はい、あまずさっきのベイリーみたいに両方のひれを頭の横に当てて目を閉じるんだ。そして下を向くんだ。もうちょっと下向いて。俺がいいぜって言うまで絶対に目開けんなよ。そこからせーので「うー」って言うんだ。せーの、静かにして下向いたまんまだぜ。俺のヒレ何本上がってる？ 2 本。トール見てくれ。正解だ、みんな拍手だ。お仕事。ここにいるみんながお前の質問に答えてくれたぜ。すごーいだろ。お前たち最高だぜ。うおー、みんなうまい。さあ、カズくんが呼んでる。今日はみんなと会えてとっても嬉しかったぜ。お前たち最高だぜ。ありがとう。話ができて楽しかった。横浜のお忘れ物が